で、まあ、そんな中、今言ったように、その日本のクイア、まあ、セクマイの当事者っていうのは、本当に私がアメリカでいるから好き放題喋れてるっていうところがあって、まあ、ある意味生きやすい、セクマイの、アメリカの当事者は生きやすいな、っていうのも、18歳以上の5000万人の障害者が、の障害のセクマイがいるっていうところで、4人に1人は、セクマイの当事者だって言われていて、そのうち日常介助が必要だと言われている人は、1000万人というところで、その1人で孤立することがあまりないっていうところが、アメリカのセクマイ当事者の、実情っていうところで、すごく、私はアメリカで生きやすいから、こういうことを言えるけれども、日本の場合はまだまだカミングアウトが難しい環境だからこそ、一人に感じたり、孤立を感じたりしてしまう部分が、まあ、ある。もしくは私が言うならば、孤立を感じさせられてしまっている環境にいるっていうところが、すごく実情だと思うんですけれども、私これだけの数字がアメリカである、その例えば LGBTQIS の当事セクマイの当事者は30万人から50万人いると言われていて、30万人、50万人の、うち5人に1人はトランスジェンダー、4人に1人は LGBTQ っていうところで、そのアメリカの場合、すごくオープンにカミングアウトをしている人たちがたくさんいるっていうところで、これ別にアメリカだからたくさんいるわけではなくって、これだけの人がカミングアウトしてますよっていう多分数字なんですよね。そう考えたときに、日本にも4人に1人の当事者は LGBTQ なんだ。4人に5人に1人はトランスジェンダーなんだ。ってことを考えたときに、この比率って絶対日本は、その、日本だから少ないとかないと思うんですよね。その性的マイノリティになる確率が、日本は特段ないとかって絶対なくって、これだけの数は多分変わらない、比率も変わらないんだけれども、カミングアウトできてないっていう実情、カミングアウトすらできにくい環境が土台としてあるっていうところで、しんどい仲間、カミングアウトすらできなくしんどい思いをしている仲間たちがいる、まあ、その背景には、まあ介助体制として、もしカミングアウトしたら介助の支援が打ち切られてしまうんではないかとか、まあもしくは、どうやったらカミングアウトしたらいいのかもわからないとか、まあ家族と住んでいて言ったらどうしたら、施設送りになってしまうかもしれないとか、まあいろいろ出てくると思うんですけれども、そんな、実情だからこそ、そのカミングアウトした当事者っていうのは一人に感じさせられたり孤立を感じたりすると思うんですけれども、まだまだしんどい仲間、一人ではないよっていう、そのこれだけの数が日本にもたくさんいるんだよっていうところ、そしてそのたくさんいる仲間のパイオニアとしているからこそ、今しんどい思いしてるかもしれないけれども、この活動を続けていった先には、もっともっといろんな仲間がつながっていくっていうふうに思った時に、まあそのアメリカにいるから好き放題言えるっていうところもあるかもしれないけれども、そのこの比率っていう、しんどい時には日本にも5人に1人はトランスジェンダーの当事者がいて、4人に1人は LGBTQ の当事者がいて、見えない仲間がまだまだたくさんいるんだってことを、こう、頭の脳裏に残してもらえれば嬉しいなっていうふうに思っています。そして最後に、
日本の障害者分野の関係者に、伝えたいことっていうところで、厳しいことを言うようだけどっていうところで、なかなかこれ、言うのもなかなか難しいんですけど、仲間を傷つけているっていうことは理解しようっていうことで、事実、まあ、事実だけで言うと、LGBTQ の障害当事者生きづらさゆえに、LGBTQ 当事者の中でも、以外と比べても確率的に、精神障害を伴うことが分かっているっていうところで、もう私自身も、何度も自殺未遂したぐらい、なんていうんですかね、生きづらさっていうので、精神障害、抑うつと、PTSD を、持ってるんですけど、まあそれも結局はそのトランスジェンダーっていうアイデンティティに関してのそのトラウマだったり、まあ、抑圧っていうところから日本に行った時から始まったっていうところで、まあ、たくさんの仲間たちが、その生きづらさがなければそこまでの、よなんていうんですかね、精神障害だったり、これと、ともに、ドラッグユーザーだから結局薬に走ってしまったり、お酒に走ってしまうっていうところが結構わかっているっていうところで、そこは、しっかり認識してほしいなっていうところと、トランスジェンダーの当事者は LGBTQIA の当事者以外と比べて4倍以上の自殺リスクが高いっていうことがわかっているっていうことで、今さっき言ったように私自身も、何回も入院、精神科に入院したぐらい、自殺未遂っていうのなんかがもう起きたんですけれども、じゃあこれだけの先ほど言ったように4人に1人は当事者の仲間がいて、で5人に1人は トランスの当事者の仲間がいて、その仲間たちが生きづらさゆえに精神障害を伴ったり、自殺リスクを、自殺してしまうっていうところを考えたときに、これだけの命に関わるようなことを、に対して一体日本の仲間は何をしているんだろう、どんなことをしているんだろうって考えてほしいんですよね。重度じゃないかもしれない。日本の定義の障害者の重度障害者じゃないかもしれないけれども、これだけの生きづらさを感じている仲間のために、一体障害者団体は何を行っているのかっていうところを一つ考えてほしいなっていうふうに思います。で、もう一つは、福祉団体はじゃあ一体何をしてるんだろうっていうところで、これだけの数があるのにカミングアウトできない環境、これだけの数があるのに、その生きづらさを感じて、二次障害を、伴ってしまっている場合、一体この福祉団体は何を考えて自分たちは支援を行っているんだっていうふうに、その障害者支援を行っているんだって言えるのか、だって、障害者支援って一言で言っても、その中に常に考えなきゃいけないのは、 LGBTQ の人が4人に1人はいる、トランスジェンダーが5人に1人はいる、そのことを考えて分かった上で自分たちは障害者支援をしてるんだって言ってほしいんですね。結局それだけの数がいるわけだから、それの支援をしていないのに自分たちは支援をしているって堂々と言われてしまっても、えってなっちゃうところが、これは私の意見であるっていうところと、このことを理解した上で、じゃあ LGBTQIA のコミュニティは何を行ってるんだろうっていうところで、これだけのパーセンテージの人がいるっていうことを考えたときに、これ先ほど言ったように交差するアイデンティティだからこそ、障害者団体だけではなく LGBTQ の団体は何を行っているんだろうかっていうところで、まあ、例えば、ピアカウンセリングをやってるとしたら、じゃあそこの場所が
車椅子だったりクラッチで行ってる人がアクセスできるようになってるのか、情報保障がちゃんと行えるようになってるのか、例えばプライドパレードってやるけれども、じゃあプライドパレードのその一つ一つの場所においてそこがバリアフリーなのかケミカルフリーなのか、いろんなところの要素を LGBTQ 団体をが理解しなきゃいけないと思うんですよね。だって生きづらい当事者、障害がある障害の LGBTQIA の人たちを切って、自分たちは生きづらいんだ、自分たちはセクマイなんだって、でも何の根拠もないというか、だってね、そういう人たちを巻き込んでこそ自分たちは生きづらさを感じてるんだって言えるんだと思うんですよね。きっと そのこういう事実を無視して、その自分たちは生きづらいんだ、もうちょっと生きやすい社会にしてほしいっていうのはまたちょっと違っているような気が私はして、しょうがないっていうふうに、感じています。